どうも、新宿アバイ金清です。伊沢です。新宿アバイの中年の市長でございます。はい、あの群馬県でさ、はい、まあ、ちょいちょい今仕事してもらっててさ、うん、駅からさ、その、まあ、学校までタクシーで行くじゃん、うん、はい、この間乗ったタクシーさ、最悪じゃなかった。めっちゃ暑い日でさ、あ、びっくりしたね。入ったらさ、クーラーもさ、うん、入ってない状況みたいな、うん、はい、ほい、はい、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お願いします。お願いします。豊館ですか。豊館ですか。そういうこともありますね。めっちゃ暑かったタクシーが。いや、びっくりしたね。エアコンで俺ら入ったらエアコン効かせたみたいな感じだったじゃん、うん、ってそれまで運転手さんさ、どうしてたの。なんか俺マジで虫風呂みたいな感じになってたじゃん。びっくりした。よ、運転手さん大丈夫なんかなと思っちゃった。暑くないのかなと思った。あんな暑い中さ、いたわけでしょ、車の中に。我慢できなくなってエアコンついてるけどさ、うん、弱えからさ、窓開けたもん。窓開けたよね。暑い。あれはびっくりしたな。どういうことなんだろうな。わかんないけど。あの中でずっ…あそこに止めてて、休憩してて戻ってきて、タイミングで我々がちょうど同じタイミングで入ったぐらいの感じの暑さだったよね。ねえ。あれ、あの時のタクシーって、あの駅で待ってる普通のタクシーに間に合わった。あったやつだもんね、予約じゃなくてね。すごい、だからあの状態でずっといたってことだもんね。ね、あれマジ、いやもう信じられないね、あれね。もう10分ぐらい、高校まで。うん、いや、暑いなぁと思ったのよ。なんか暑いなぁ、このタクシーと思って。絶対エアコンつけてなかったからね。そう、俺だっかなぁと思って。なんだろうね、あれ。あれ高いんかな、バッテリー上がるとかそんなのもあるのか、うん、まあそういうのもあるのかもしれないし、あれ一応ほら電車乗って駅着いて、うん、すぐタクシー乗ったからあれだけど、結構暑せたくん中、うわタクシーで涼みたいと思ってあのタクシーに乗ったら、うん、地獄だね。大変だよ、ね、あの運転手多分俺ら降りて後切ってるだろう、エアコン。多分そうだよね。エアコン好きじゃなさそうな人だったね。なるほど。だとしてもあれはちょっと。だとしても窓開けてほしいよな。あ、まあそうね、確かに。単純に暑かったもんね、うん。熱中症なんですよ、あんなの、うん。そうそうそう、危ない危ないと思ってさ。でね、あのいわゆるセダン型のやつだからさ。そうそうそう。結構狭いやん。うん。暑かったね。でも帰りはね。帰り最高だったね。最高だったね。ミニバン型のさ。そう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 。でエアコンもガンガン効いててさ。普通こうだよなって思った、うん、お言ってたもんね、伊沢さん、うん、同じ料金払ってこんなタクシー違ったら本当にっつって。いや本当そう思うよね。いや確かに。いやそれこそさ、乗り心地もさ、うん、あさミニバンはさ、うん、すごい快適じゃん、うん、あれいいよね、うん、あれと普通のセダン型のやつだったら断然ミニバンの方がいいじゃん、うん、そうだね、うん、あれ値段一緒なんかいね。ね、あれ一緒っていうのがね、LP んな、LP ガスだっけ、なんかガスかなんか動いてるよね。あ、そう。あ、全部そうなのかな。タクシーって全部なのかな。わからない。個人タクシーがガソリン車なのかな。うん、まあいいけどさ、うん、あれだったらやっぱミニバンだったらもう100円ぐらい高く払ってもいいなと思う、ね。まあまあね。だってあのすごいさ、なんだろう、MK タクシーだかな、なんか。あれアルファードでしょ。アルファード。それも要は一緒だからね。一緒一緒。俺それ乗ったことあるもん。うん。うん、そうそうそう。全然違うよね。全然違うよ、これ。アルファードになるとね、テレビ局に来るのあのタクシー多くない。あ、そうね、うん、聞いたもんな俺、これ普通これ走ってるんですかって。MK タクシーやるね、走ってますよって。なんかテレビ局だからそういうね、アルファードを来てるのかな、そんなことなかった。あ、でもたま一回そうだ、何回かあるもん、まあ、普通に手を上げて流しててラッキーと思うよね。まあそれもあるしさ、一回、まあ、富山で行ったかもしれないけどさ、うん、ベンツ乗ったとこだ。え、個人タクシーでベンツ？ベンツ。あれ、その私見た？いないけど、あ、先行ってたから、俺が後が行った仕事の時に、あ、ほんほんほん、タクシーでここまで来てくださいって、なんかその歓迎会みたいなやってますみたいな。はいはい。で乗ったタクシーがベンツだったんですよ。へえ。なんかあんまいい気持ちしなかった。俺ベンツ乗ってんだと思うとさ、ちょっと嫌だなと思って。ちょっとなんか偉そうって。偉そうっていうか、なんかベンツ乗りたくねえなと思ったそのタクシーで。おお、なるほどね。おお。うわベンツかよと。緊張しちゃったら変に、うん、ああなるほどね、うん、ちょっと落ち着けないってことね。落ち着かないって、うん、でもあの暑いタクシーよりいいでしょ。まあね、暑さ的には嫌だけどね、うん、あれは、うん、あのタクシー30分とかだったらちょっと死ぬよあれ。死んでたかもわからない。ぶたれてんだよあれ多分、うん、運転手ぶたれてるよあれ。おじいさん、ね、おじいさんに近いと思うよ。
あの日暑かったもんね。相当暑かったよね。いい天気だったし。前橋の方でしょ、うん、ね。いや、すごいよね。もうあれ、あ、前、私、佐賀から、佐賀行って、うん、吉井師匠のとこ行って、うん、で、帰り、まあ、行きは師匠を迎えに来てくれたんだけど、うん、で、師匠の家行って、帰りタクシー乗ってけっつって用意してくれたんだけどさ、それで佐賀の駅まで行くときさ、もうさ、もう8時後半なんじゃないかっていうタクシーの運転手さんとさ、もうはなんかね、話しててで、なんか聞かれたから答えても、何ですかみたいな感じなの。大丈夫なのと思って、だってあんまりもうちょっと遠くなってるかなと思ってさ、ほんでもうブレーキとアクセルがすごいしさ、で、すんごい雨降ってたのよ。怖いね。怖い、怖かったな。運転変わりますよとも言えないし。言えないし。まだ免許持ってるよね。そうそう。西野免許持ってる。西野免許持ってるやまだいいけど。変わりますって言うけど。怖かったな。まあまあまあね。まあ、いや、わかんないけど、もう80後半じゃないかみたいな人だったんだけど、まあね、いろんな事情があって働いてるとは思うから、ね、あれなんだけど、うん、いや、あの雨の中のあの、ナビとかも使えるナビ、あ、でもね、佐賀駅まで行ってた、はいっつって、はい、っつって、うん、まあ、まあ、いつも行ってる道なんだろうしね。そう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 、いや、怖かったな、運転手さんによってね、うん、乗る前にもうピッて押してる人いたね。そう、動く前に、うん、動く前どころか、うん、ドア開いて見た時にもう動いてボタン押してもな発売の容器ポンって出てて、いやいや行き先もまだの腰掛けてもいない状態でさ、多分次から次へとタクシー乗るのに並んだから、もう絶対俺次乗るの分かるじゃん、並んでるから多分ね、もう俺の前に来る時にもうピッと押してそれでドア開けたと思うんだけどさ、まあいいんだけどちょっとさ、いくらなんでも一応言わなかったろ、いつもみたいに。え、何がいつもみたいに、おかしいやないかい、まだ乗てんやないかい。なんで私そんな怒るときそんな片言の大阪弁なんねん。乗てんやないかい、乗てんやないかいっては言ってない、うん、そうですか。そうですよ、いろんなタクシーあります。タクシーいますね、はい、皆さんもタクシーにはね、いろいろ気をつけておりますね、はい、気をつける必要もないんですけど、はい、いろんなタクシーあります、はい、ありがとうございました。